稲葉大輝は日本の男性プロレスラー。本名同じ熊本県山賀市出身。無所属でプロレスリングノアなどで活動。大学時代は柔道やアマチュアレスリングを経験。新日本プロレス元選手でメディカルトレーナーである三沢武士の整骨院で働きながらトレーニングを積む。2012年1月に全日本プロレス開催の 公開オーディションに合格し、同団体へ入団。練習生であった2013年4月よりカナダへ、海外遠征に出発。同国のアトランティックグランプリレスリングに参戦し、2013年5月24日の対ボビー・シャープ戦でデビューを飾る。その後は、ペイントレスラーとして活動。海外遠征中である2013年6月いっぱいで、 選手とにに全日本プロレレスススを退団団して新団体のレッスルマイナ移籍同年9月8日の同団体旗揚げ戦で外戦帰国し、日本で初めての試合を行った。以降は同団体の工業に参戦を継続。2015年2月13日、田尻をスクールボーイで丸め込み大金星を挙げる。3月12日、 合戦に合戦 01VSW-1 全面対抗戦で、かねてより痛めていた右肩を試合中に負傷し、長期欠場に入る。11月27日、後輩の足の翔太郎と復帰戦を行う。試合後には各ユニットから勧誘の声が上がるも、現在もユニットには属していない。しかし、ヒールに憧れがあることから、リアルデスペラードには興味があるという。 2016年8月11日、レッスルマイナス1チャンピオンシップに挑戦予定であった、ソヤ学の欠場により、近藤修二との王座挑戦者決定戦を制して、挑戦者となる。く素リマンジ固めで、会から勝利。2017年、01の大谷新次郎推薦で日祭りに参戦。8月27日の千葉ブルーフィールド工業では6人、タッグマッチが行われ、 黒潮イケメン二郎と伊藤隆則の三人タッグで足野翔太郎、小玉祐介、立花聖子の三人タッグと対戦。16分13秒で黒潮が立花からムーンサルトで勝利。記録は片蛇がため。レッスルマイナス1活動停止のため2020年3月31日付をもって選手契約終了となる。 2020年5月31日に配信されたプロレス中継番組ノアニューホープのメインイベントに乱入。セーミア・カイトに対戦を迫る。7月5日、ノアニューホープデイサン・パワード・バイ・アベマのメインイベントでセーミア・カイトとシングルマッチで対戦し、赤敗試合後、稲葉からの共闘の呼びかけにセーミアが応じ、ノアにおいて両者が、 タックチームを結成して活動していくこととなった。ありがとうございます。